は？こんにちは。7時ぐらいまでやろうかなって思って配信。現れた。1時前で1時間ぐらいで切っちゃうかもだけど、ちょっと待ってね、顔出しますので。こんな平日の時間から来てくれてありがとう。野生のサヤヤンが現れた。現れたよ。ちょっと今ボサボサで髪の毛アイロン、前髪切ろうかな。また前髪さ、切ったら失敗しそう。失敗はしないけど、髪めっちゃ茶色くなったの。こんばんは。色落ちしましたね。黒い服着てるとなおさら髪の毛ボサボサだ。うん、なんか昨日パンチのやつつけたんだけど、今日もなんかプレゼントでいただいたおパンチのトレーナー着てる。みんなおパンチ好きだね。かわいいよね。でもかわいくて好きだよ。こんにちは。前髪切ろっかな。ちょっと最近前髪がすごい長くて嫌なんだよね。嫌なんだよねって面白いね。一回熱を通してみよう。ちょっと外してから作ります。なんか今日多分前髪がうまくいかない日かもしれない。ちょっとやっぱ一旦切るのやめようかな。なんかさ、ここが薄くなっちゃう。今日はなんかこんな感じでいいや。前髪めちゃめちゃすぐ伸びる。なんかよくわかんない。ちょっとうまくいかないから、ちょっといいや。インフルエンザになっちゃった。ああ、もう大事に。一旦これで、なんか絶対変だけど、前髪は自分で切ってる。なんで触覚も自分で切ってる。さあ結構さあこれ何もドライヤーしただけの髪の毛なんだけど、ここからちょっとストレートアイロンかけてサラサラに
していこうかな。今日めっちゃ髪ちゃんよく見える、特に配信だと。確かに黒着てるからかな。アイロンはヘアビューロン、同じ色の買った？わー高級だ。前回ありがとう、こちらこそ。なんかさ、配信のやっぱ画面低いよね、ちょっと上から目線みたいなさやがね、角度的に。もうこれ、このアイロンは本当に手放せなくて最強だから毎日使ってる。なんかお仕事とかでこう髪の毛やっていただくこととかも多いけど、もうこのアイロンじゃなきゃダメだから、仕事現場絶対毎回持ってって、これでストレートかけてほしいってお願いしてる。そう、部屋さんのアイロンとかもあるけど、自分のこのヘアビューロンをいつも持参してます。こだわり、だいぶこだわり。さやちゃんと一緒に前髪切る？嘘、さやちゃん前髪切るのちょっとやめようかなって思ってたよ。やばくない？だってめっちゃサラサラ、マジでジャパネットしてるいつもヘアビューロンするときジャパネットしちゃう。すごいんですよ。でもお高いんでしょ？そう、高いですでも日割り計算するとそんなに、毎日使ってるから。うん、すごいよね、ツヤツヤ。ジャパネット谷崎、ジャパネット谷さやの方がいいな。もう1年ぐらい使ってるけど、1年以上か、全然壊れないよ、余裕。髪傷まないの？普通のストレートアイロンよりは絶対に傷まない。っていうかさ、めちゃくちゃエクステ馴染んでるよね。え、そうなんです。せや、最近エクステって気づかれなくて、髪暗くしてから特に。そうなの、すごいよね、めちゃくちゃ馴染んでるよ。だよね、わかんないよね。自然
似合いすぎてる、ありがとう。でも結構地毛も伸びてきた。そうそうそう、今度また撮ろっかな。今度っていつなのってぐらいだけど、そう、シールエクスで。瀬戸の新美女激推し。嘘、どっち7枚目、それとも今この間髪暗くしてからさ、衣装着たらやっぱ髪暗かった。地毛オンリーになる日はまだまだ先だな。しばらくずっと X ってかも、うん、たまに地毛になるの。でさ、地毛はでも短いな、ここら辺短いな、やっぱ伸びてきてるけど。で、一番長い地毛を探してみるあ、これとか。あ、でも長くないですか、結構伸びたか。これとか地毛ですね。いや、でも全然だな。うん、なんか今日めっちゃギャルっぽい。ギャルさやだ、茶髪になった。また暗くしよう、最近暗いの好きだから。お話し会の前に行けたらいいな、クリスマスのサンタさん着る日の前に。で、暗くするうん、うん、見慣れてきた、やったー。昨日のランキング読めなかったから、あかわいい。パンチュサヤ、昨日さめっちゃさ、なんか5歳児みたいなビジュアルって言って、今日は全然大人っぽい。耳をかけようかな。バイト頑張ってね。前髪がちょっとやっぱ決まってないです。こうしとこじゃ、今日。おパンツ、おパンチュウィークとは。長くて7時まで配信予定です。今日はちょっと前髪が決まらない日だから、今日前髪切ったらちょっとなんかやばいことになりそうだからやめる。ヘッドホンみたい、確かに。お勉強頑張って。
髪はね結構昔から染めてますよ。高1、中3、中もうずっと髪染めたくて、中3の春休みに染めた記憶ある。ギャルだよね今思えば。早いよね。うん、中3の春休みだからもうね学校卒業式終わった後だから怒れなかった。うん、そう、染めるときさやちゃん見せよう。え、見せて。え、結構なんかさやちゃんをね染めるときに見せてくれる方いてくれて嬉しいの。うん、目元のメイク、あ、今日マスカラしてないからなんか薄く見えるかも。何色がお気に入り。え、でもやっぱハイトーン好きでしたね。ノイミーウォーカーの時のハイトーン、あの時期めちゃくちゃ色が好きだった。うん。そう。でも一周回って今暗いの好きだから。暗い髪色お気に入りです。うん、昨日ねおパンチウサギをねつけてね、あのあれなの、ストーリー載せようと思って写真撮ったんだよね。投稿しよう今今やっぱ昨日幼い。さやさん、このさウサギのエフェクト好きすぎるんだよねきっと。一生これ使ってる。これしか逆に使わない人だよ。昨日のツインテールめちゃくちゃ、またするね。じゃあ昨日は押さなかったね。投稿しようっと。突然自撮りだけ載せる人。スタバのストーリーちょっと恥ずかしいから消そう。見た？なんか幼い。うん、消しちゃった。消した代わりにおパンチ乗せた。自撮りしない日？いっぱいあるよ。写真撮んない日もいっぱいある。うん、かわいい？やった。
ウサギはこのエフェクトしか使わない。すごい、昨日のランキングも読み忘れてたから、今日までつけとく。そう、ウサギ年終わっちゃうからね、年女が終わっちゃうの。ゆうちゃん、ありがとう。くまさや、くまちゃんさんとありがとう。うさぎ年終わっちゃうの寂しい。そう、好きだから、うさぎ好き。寂しいですね。イルミいつ乗せよっかな。イルミの前にやっぱちょっとインスタだけだと思うんだけど、あのロッテワールズの写真載せたいから、ちょっとイルミはちょっとだいぶ先かもしれない。最近 TikTok 撮ってない、やばい、性格が出ている。撮るね、やるね。でも自分の顔があまり好きじゃないんだろうな。そんなこと言ったらみんなが「ええ」って言ってくれるけど、あ、やばい、制服ディズニー載せる、 いつか。私が好きです、ありがとう、優しい。いつか、本当に大好き、ありがとう。ちょっとインスタライブ、いやね、インスタライブやんなきゃ年内で。高校最後の試験で100点、すごすぎる、おめでとう。っていうか、そうなの、あのさ、コメントでちょこちょこ来てるんだけど、桃色歌合戦に年末出演させていただくんです。すごすぎる、嬉しすぎて。12月31日、うん、ね、2023年の最終日までお仕事、嬉しい。のいみーちゃんとみんなと過ごせて、いや本当に、去年とかおばあちゃん家で配信見てて、で、あーって嬉しい。だからなんか今年はまさか私たちも出演させていただけることに、とっても幸せです。うん、なんとかしていく。ぜひね、会場横浜アリーナだよ、すごいよね。本当になんか本当に すごい、そうそうたる出演者さんの中に緊張しちゃうね。でも会場いけないなって方は配信も無料であるって書いてあったよ。うん、ぜひお待ちしてます。頑張る、楽しみ。うん、
そうなの。絶対風邪ひきたくないね。うん、超楽しみにしてます。わっ、アットジャム、今年のアットジャムで好きになったきっかけ、え、嬉しいよね。アットジャムだったり、怖い、緊張しちゃうな。で、なんか頑張ります。盛り上げられるようにの意味のことしてもらえるように。え、本当に嬉しい、出演させていただけてめっちゃ楽しみ。頑張る、緊張するけど頑張るよ。でもみんなもめっちゃ喜んでくれて嬉しかった、ありがとう。うん、なゆみちゃん広めて。確かに北海道行って、えずくさんまたイベント増えてめっちゃ幸せだよ。うん、そこ後ろの空気清浄機はずっといるよ。ジアイーノ、あ、ちょっと待って、なんか閉まっちゃった、ちょっと喉乾いた。最近さ、本当にコーラか水やサイダーしか飲んでない。本当に美味しくないですか、炭酸って。レッドブル初めて飲んだ、どうだった、レッドブル美味しいよね。昨日も飲んだ、昨日飲んだよ。オルナミン C も飲む、大好き。なんか炭酸が好き。そう、カルピスソーダのアロエ味。え、何それ、そんなの出たの。やさちゃん今ね、いないの、この部屋に。てか一回、いや、ちょっとなんかね、いつね公開しようかめっちゃ迷ってて今。そう、絶対に暴れちゃうんだけど、一旦ショールームでごたみんなにお披露目しようかなって思い始めた、あのポストする前に。絶対に暴れちゃうけど、うん、うん、めちゃくちゃ元気。仕事頑張れ。うん、確かにモーメントもありですね。うん、女の子、かわいい、本当に。めちゃくちゃかわいい動画があって、もうめ
めちゃくちゃ可愛い動画があっていつか見せよう、みんなに。めっちゃ可愛い。そう、メンバーがいつもメンバーにいつもなんか写真とか動画とか見せちゃう。そう、見てくれるの。なんかさやうさじゃない名前があるんだけど、それ当たり前なんだけどさやかさやうさって言ってるから、さやうさじゃない名前があるんだけど、なんかおみるちゃんがバイバイってまたねって言う、あのお疲れ様みたいな、また明日みたいになるときにいつもおみるちゃんなんかそのあのさやのペットの名前言って、何もよろしくって言いながらさやにバイバイするからめっちゃ面白いよろしくって言って、かわいいよね。うん、なんか最近 iPhone アップデートしたからなのかな、わかんないけど、なんかピープルってあるじゃないですか、あの写真を撮った時にあのさ人の顔認識するやつあるじゃん、それになんかピープルとペットって出てくるようになって、え、知らなかったの。ピープルとペットっていうなんか私のiPhone がペットを認識して、そう、知らなかった、ピープルとペットって、かわいい。ああ、かわいい。そうなの。出てくるようになった。すごいよね。そう。認識機能。え、さや、みんなのピープルにさやいる？嬉しいな。さやのピープル一番最初出てくる。え、あれ？これってさ、写真が多い順なの？ピープルの登場の。え、嬉しい。いる？やった。認識してくれて嬉しい。一番多い。うん。確かにショールームのスクショとか、確かに確かにって感じだ。フェアがさ、ネットで載せた SNS に載せた写真とかもピープルにね、行ったりするもんね。うん、すごーい、嬉しい。お腹すいた。
今日お菓子しか食べてなくてお腹空いた当たり前当たり前なお話です。お腹空きました。お仕事頑張って。おでん食べたい。おでんは卵とかこんにゃくとか白滝とか好き。韓国のカップ麺食べてないな。うん、揚げパン、うん、食べたい。今結構パンとか食べたいですね。夜ご飯なんだろう今日。おでん食べたい。おでんコンビニで売ってる？最近全然見かけない。売ってる？嘘、買わなきゃ。ファミマにさ、なんかファミマのなんだっけな、ホットケーキマンみたいな、誰か食べた人いますか？めっちゃビジュアルが気になってて、そうホットケーキマンみたいに出てたんだよね。そうあれどんな味するのかな。でも絶対美味しいけどね。美味しかった？うどん。柚子胡椒。絶対美味しい。うん。甘くてふわふわ。そうなの。あれにファミチキ挟むの。それはやばい。絶対美味しい。絶対美味しい。あ、そう、メープルシロップ厚すぎてやけど、半分にさ切って割って食べるのがいいのかな。でもこの間肉まん食べたらめちゃくちゃ美味しくて、久しぶりに肉まん食べたらめっちゃ美味しかった。中のメープル厚い、気をつけなきゃね。うわー、お腹空いちゃうね。うん、お腹空いてきた。うわ、551食べたい。夜ご飯シチューと鍋。絶対鍋。うわ、お腹空いた。お腹空いた。鍋パーティーとかしたいな。あ、もつ鍋食べたい。うん、わかる。なんかコンビニのそういうフードが食べたくなりました。さえも話してて、わっ、スカイツリーのクリスマスマーケット行ってきて。あ、やった、アクスタ嬉しい。最近みんなが、最近もみんながお出かけにさやちゃんを連れてってくれて嬉しいよ。コンビニ確かに節約になるよね。コンビニは普通に買うと結構わーってなるから。おすすめいっぱいあるよ。ローソンだったらシュークリームが好きだし、ファミマは生ハムが美味しいでしょ。あと最近あのタン、ネギ塩タン
ファミマのよく買うし、セブンはこの間チーズボール美味しかったし、そうどこも好きですね。セブンはセブン美味しいよね。セブンのネギ塩タンもめちゃくちゃ美味しい。それローソンの大きなシュークリームめちゃくちゃ美味しい。そう今なんだっけな、なんかめっちゃ美味しいやつあるんだよね、食べようかな。わあ、いやでもちょっとダメダメ、夜ご飯が入んなくなっちゃう。逆にコンビニめっちゃ詳しいよさや。そうなんかレッスンとかリハの前とかコンビニめっちゃ行くから。そうなの。待って、さやって何分から配信始めた？35分ぐらい、1時間ぐらいにしようかな今日は。またやるね。じゃあ40分まで配信する。アイス食べたい。今日の夜はやんないかも。うん、できない。うん、また明日どうかわかんない、明日できるかなって感じだけど、やります。お腹すいた。雪見大福食べた。え、白い恋人のやつとか美味しかった、めっちゃ。新しい味なのかわかんないけど。うん、めっちゃ美味しかったよ。ホットスナック食べたい。お腹すいたよ。お、ゆうちゃん、ありがくませ、ありがとう。虹もありがとう。虹がかかったね。虹がかかるその瞬間。歩き出さなきゃさ、お菓子とかがなくて、最高。ホットスナック買って帰ろう。今日も可愛い。本当嬉しい。やっぱ前髪切るべきだったかな。ダメだ。たまにはいいよね、配信とかじゃないとこの前髪しない。アイス食べようかな。寒いかな。暖房つければ余裕か。でもちょっと今リモコンない。同い年と思えないぐらい可愛い。同い年？でも冬に食べるアイスが一番美味しいと思わない？暑い時に食べるアイスも好きだけど。ね。冬のアイス最高だよね。うん。ね。信玄餅アイスって言った。え、美味しそう、食べたいよ。うん。ピノのいちごショートケーキ味。何それ、美味しそう。おしゃれだね。冬にこたつ、そうこたつ、こたつやっぱ買うべき。パ
キシエルってひとみさんが好きなアイスじゃない。サーティワン食べたいな。こたつありなんだよな。でもなんかさ、結構収納付きの今なんか机みたいな自分の部屋で使ってて、引き出しがいっぱいあるやつ、アクセサリーとかそこにめっちゃ入れてて、この収納がなくなったらだいぶしんどい。そうなの。でもこたつ欲しい。すでに寝落ちよくするのにやばいよ、こたつ買っちゃったら。そうだよね。この部屋の中の収納スペースと物の数が合ってなくて、こたつってつけなかったら暖房、つけて、こたつの中に入ってたら暖房つけないんですか？今までこたつの文化に触れてこなかった人。そうなの？暖房いらず、つけない。すごい。もうそれは一生立ち上がれないじゃん。確かに着る、なんかさ、着るこたつとかさ、なんか羽織るやつとかめっちゃ売ってるよね。わあ最高。なんかこういう話してるのテンション上がる。冬だね。冬最高。冬大好き。はにかみショーツの季節や。収納付きのこたつあった。そうなの。ちょっと調べてみよう。さやも わ、ほんとだ、ほんとだとか言って結構売ってるんだね。うわー、でもダメだよ、ダメです。引き出しすぎこたつ、うわわわわーん。いやでもダメ。こたつから出れない。でも夜に寒すぎて、夜とかで割と今はねつけてないけど、暖房つけちゃうのすぐ。でも寝る前とかお布団がちょっとモコモコだから、暖房いらない、暑いって思ってお布団の中に入ると暖房が熱くて切るのに、朝めっちゃ寒いの。で寒くて起きる最近。寒って思って、でなんか本当最近ね、暖房消して寝て、したらうわ寒って思って暖房をつけるじゃん。でまたもう一回寝るじゃん。で寝坊するっていう、あのなんかよくわかんない、なんかそのターンみたいなのが2、3回あって。そう
タイマーつければいいんだよね、きっと。うん。そう、なんか同じこと2回3回ぐらい繰り返した。そう、ある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 ってことでいい？アラームね、ちゃんと。アラームがなんか鳴らないの最近。なんかちゃんとしなきゃ。そう。でなんかマネージャーさんに部屋の絶対に立たなきゃアラームがなんか止められない、なんか部屋の端とかに置くのをおすすめしてもらっていやでもやってる方は多いと思う。やっぱアラーム3つぐらいかけなきゃダメだな。いつもなんかスマホにもう1分刻みとかでアラーム鳴らしてるんだけど、なんか鳴らないの。鳴らない時結構あって、ぬいみーちゃんの目覚ましを自分で使うの恥ずかしい。いや、止めてんのかな、自然にアラーム鳴らないって。ってそれはあるかもしれないね。メンバーにアラーム音声お願いしよう。え、確かにあり。なんかさ、チーとかにさ、せいちゃん起きなきゃ嫌いになっちゃうよみたいなさ、ボイスさお願いしてさキモすぎ自分ちょっとやば女だけど絶対起きれるかも。起きなきゃ嫌いになっちゃうって言われたら起きますってなる。うん、ありだよね、ありだよねとか言って勝手に。勝手にチーにちょっと提案してみよう。朝起きれなくてさーって最近やばいから願い。声が可愛いんだよね。声もだけど声が可愛すぎる。うん、モニコモニコ録音モニコえ、録音したボイスってさできるよね、かけられるもんね。うん、確かに寝ちゃう、それはダメ。わかったーって声かわいいとか言って寝ちゃうのかな。あ、ほんとだ、もうあっという間に5分前だ。
クショタイムしよう。なんか今日もおしゃべり、お腹空いた話とかバカしてたけど、ありがとう。えらいよ、お仕事お疲れ様。ん、なんて マネージャーさんから送られてきたスクショ見られてる今、恥ずかしい。恥ずかしいです。おぱんちゅうさぎについてコメントが来ました。やっぱこれインパクトあるよね。存在感。じゃあスクショタイムしよう。やばい、前髪が、取れた？今日はちょっとなんか茶髪さやゆんでした。あ、待って、これもおパンチだからさ、おパンチうさぎの人でかわいい。おぱんちゅうさぎ好きなのってなりそう。なんか好きだけど全然詳しくなくて、なんかさ、このさあれだけ見たら、なんかおぱんちゅうさぎの大ファン。おぱんちゅうさややんウィークでした。じゃあランキング、昨日のランキングもちょっと今になっちゃうけど読みますね。13位みちゃん、12位かなみ、11位ゆあち、10位なつめにゃん、9位さくらもちもち、8位ななぴよ、7位広島の山ちゃん、6位サナピヨ、5位リンカ、4位ユウちゃん、3位ユリナ、2位フミヤン、そして1位カワケン、
でした。昨日はありがとう。そして今日のランキングいきますね。いきます。13位ナナピオ、12位カレン、11位カボちゃん、10位ライトセーバー、9位ヒロシ、8位ラビー、7位ミユカ、6位ヒロピー、5位カナミ、4位イズル、3位ケンちゃん、2位ノリノリ、そして1位ユウちゃん、ありがとう、ありがとうございましたね。突然の配信だったけど、でも最近なんか毎日できて嬉しいです。また時間見つけてやるよね。お仕事お疲れ様、まだの方は頑張ってくださいということで、おパンチさややんでした。ありがとう、また会おうね、バイバイ。お腹すいたか、ご飯食べよっと、ありがとう、またねー。